こんにちは、じゅんです。この動画は初心者の刺繍の練習の動画なんですが、今ちょうどこの図はですね、ルシアンさんから、ルシアンという会社から出しているコスモの糸を作っている会社ですね、そこから出している、ネットで公開されている図案、多肉植物の図案をやってるんですが、途中で、動画全然撮ってないと思って、本当は、植物部分の最初の触りだけ撮って、あとは、残りいい感じのとこまで進んだら撮り始めようと思ってたんですけど、鉢のところは全部終わっちゃって、今、鉢の外周を縫ってるところで、動画撮ってないと思って、急いでカメラを回しました。すいません、全然なので、これのその1の動画からその2の動画のタイムスリップ感がすごいですけど、どうかご勘弁ください。ざっくり説明いたしますと、鉢の部分がコスモのシーズンズ5番っていう糸を使ってまして、もともとこれをやりたいなと思う前に、コスモのその5番のシーズンズ5番っていう糸がすごい綺麗な糸だったんで、こういう綺麗な糸を使って刺繍やってみたいなと思ってやったのが始まりでしたね。で、やってみて思ったんですけど、めちゃくちゃ大変です。この図案一つ、やるのに、もちろん僕の手際が悪いっていうのが一番大きいんですけど、これ一つやるのに5、6時間かかりますかね。で、なおかつ、服の袖に今これやってるんで、袖めちゃくちゃやりづらいですね。この前の動画でもちょっと言ったかもしれないですけど、12センチの枠で最初やってたんですけど、12センチじゃまあ入らないんですよ、袖なんて。あとこの錦糸が硬い。そうですね、いつも変な雑談ばっかりするんで、たまには刺繍のことを、やってる刺繍のことをしっかり話したいと思うんですけど、もうすでに1個やってあるんですね。それはもう動画を撮る前にやってある、動画を撮り始める前に、これで映ってるかな、これをやったんですけど、これが袖口の一番手前のとこですね。こういう手前のところで、これが2番目の奥、この辺りになると思うんですけど、この辺りね。ほんと1個目ねやってる時は、多分著作権とかの関係で、この図案自体なんか手芸家の方が考えたのをルシアンのホームページで公開してらっしゃるっていうことだったんで、権利的な問題とかでダメなんだろうなと思って、ダメ元でルシアンさんに、お問い合わせしてみたんですけど、YouTube で流す分には問題ないよっていうことで、ちょっといろいろ制約というか、これの図案 PDF で、プリントアウトしてるんですけど、そのプリントアウトしたものを、映り込まなければいいですよっていうふうに、優しい回答をいただいて、じゃあせっかくだから配信させてもらおうと思って今配信してますね。ルシアンめちゃくちゃ丁寧だし、メールも優しい感じなんですよ。もう糸も綺麗だし、刺繍グッズとかも気に入ってるんですけど、もともともう大ファンですね、これで。
して、今、中を全部縫ってから枠をやってるんですけど、1個目の図案は、この、まず最初にこの枠をやっちゃったんですね。そしたら、枠の中をやるときに、どうしてもこの、錦糸に、針が当たるじゃないですか。その時にめっちゃ硬くて、やりづらかったんで、今日は、今回2個目の図案は、枠は一番最後にしてみようと思って、ちょっとまあ実験もしながらなんですけど、やってますね。最初よりだいぶ縫いやすいかな。枠を、12センチから8センチにしたっていうのもかなり、大きく影響してると思うんですけど、そうですね、隙間とかここ空いちゃってるんですけど、僕が下手なのもあって、ここの隙間にうまいこと錦糸が入っていけばいいかなと思ってます。錦糸はコスモの錦糸、何番だろう、16番なのとか、番号16番になってるのかな、キャラっていう錦糸を使用してます。これもそのルシアンのホームページでプリントアウトしたものに、色の指定とともに糸を使って刺繍してますよっていう例が載ってたんで、もうそのまままるまる同じやり方でやらせていただいてます。でやっぱり初心者用のキットとかとは違って、手順とか細かいことは当たり前ですけど書いてないので、その辺も探り探りやっていくと、ちょっとまだ僕には早いかなとは思うんですけど、まだ初心者用のキットで練習してた方がいいのかなと思いますけど、せっかくだからね、やってみたいことはガンガンチャレンジしていきたいんで、できなくないですからね。完成度が高いか低いかの差でしかないと思うので、ね、やっぱこういう風に、くるくる巻いてるんですけど、この袖部分の布を巻き込んで縫っちゃうことが多いんですよ。かといってくるくるしすぎるとここがね隠れちゃうでしょ。やっぱね、袖にやるっていうのが間違いな気がするんだよな。でも今結構流行ってる服とか袖にプリントしてあったり刺繍してあるものも結構あるんだけど、あれやっぱり当たり前だけど機械縫いなんでしょうね。僕は手縫いがやりたかったし、そもそもミシンも持ってないし、刺し始めのここ間違えたな。こうまっすぐじゃなくてこうくるんと行ってなきゃ蜂の絵としてちょっとおかしいですよね。
からこれ本当に何度も言いますけど、何度でも言うつもりなんですけど、動画見ていただいている方本当にありがとうございます。僕チャンネル登録していただいている方とかって全部通知が来るのかと思ってたんですけど、チャンネル登録は最初のお一人とあと100人刻みか1000人行ったりしたらその通知が来るらしくて、今のところ再生回数はいただいてるんですけど、そんな誰も見てないだろうなと思いながらやってたんですけど、チャンネル登録者数が、4人になってまして、微増してまして、この動画を撮ってる段階で、マジでって声を出しながら部屋で一人で、めちゃくちゃありがたいですね。で、時折無言だったりすることが多いんですけど、この間の撮った動画なんか多分9割無言だったんじゃないかな。そういう動画を流して大丈夫なのかなと思うぐらいちょっとドキドキしてます。錦糸微妙に足んないな、これ。足りないか、いや、ここで始末してちょっとやり直しちゃおう。同時にやってるオリンパスの刺繍ステップも、そっちも途中でやめたってならないように、これをやったら残りのオリンパスもやっていきたいんですよね。わお、糸通ししづらい。錦糸はあんまり長く取らない方がいいって聞いてたんで、ちょっと短めに取ったんですけど、そうですね、こうやってバラバラになっちゃうからでしょうね。2回くるくるすればいいって言うけど、僕3、4回したいですね、怖いから。特にこれやっぱ服なんで、ネットに入れて洗濯するとはいえ、いずれどっかで変にほどけちゃったりすると嫌なので。てかこれ着るのかな、これ。初めて実用品として刺繍した、まあそれもキットなんですけど、刺繍キットのハンカチは、うちに遊びに来た友達が、あ、これ欲しいって言ってくれたんで、言ってくれたんで、あげちゃいました。これ一回、端を切って、揃えてから糸通しにかました方が、よいしょ。錦糸にだけやるのが怖いんで、面の方の糸にも通して4回。
旦収穫して。で、これですね。キャラの糸。マスキングテープで留めてあります。ビヨンってなっちゃった。ああしまった、えらいことになっちゃった。ちょっと長いかな、これでも。まだ花粉の時期でなかなか辛いですね。僕ヒノキの花粉も持ってるんで、病院でお薬もらうんですけど、病院の先生はスギ花粉のみでの花粉症らしくて、この間行ったらスギ花粉はもう終わったから、君はヒノキも持ってるんだねって言いながら、いい笑顔で、僕はね、スギ花粉だけだからもう薬飲んでないんだって自慢されちゃいました。おじいちゃんの先生なんですけども、めっちゃ可愛い、いい笑顔で言われましたね。これ多分なんですけど、錦糸はやっぱり後で縫い付けるっていう前提で作ってらっしゃるのかなって感じがしますね。あ、できればここちょっとやり直したいな。こうつけちゃうか。後で、うまくできるかな。あ、もし5、6時間やってるとこ全部分割でいいから見たいって思っていただける方いたら、全然遠慮なくコメントかなんかしてくださいね。多分相当僕叫びながらやってますけど、どっちにしようかな。
最初にチャコペーパーで写した線がもう見えなくなっちゃってるんで、なんとなくやっていくしかないんですよね。この今やってる部分は。チャコペーパーの上、チャコペーパーじゃない、ライン、自分で引いたラインの上までは、もしかしたら上ギリギリで、その線ギリギリで残しといた方が良かったのかもしれないですね。あ、ちょっと長いかな、この目が。このままか。よいしょ。映ってるかな。これ本当に夢中になっちゃうんで、動画が撮れてると、動画が撮れてる位置に手元があるかわかんないですよね。わあ、長かったな、この目。諦めろよっていうことではあるんでしょうけど、この辺、この今ラインが通ってる場所ってもう頑張ってやったんだけどな、自分が頑張ったところが自分の意図で隠れちゃうの悲しいなと思いながらちょっとやってます。ちょっと短すぎたね、今度は。あと縫い目が一つ二つの時ってやっぱり計算してやんないとダメですね。最後の一目だけ異常にでかくなっちゃう。あ、ほんで余白できちゃったよ。こうかな。こうして、こうすればいいんじゃないかな。で、
ここの余白に関しては映ってますかね。ここの余白に関してはこれは多分観葉植物でいう土が入ってる部分なんで、そんなに気にする必要はないのかなと思います。で、一旦戻ります。戻って大丈夫かな。このぐらいの目がいいな。で、今下に向けてアウトラインしてたから、やっぱ袖なんでいつもの布と違ってこう向きをくるくる変えられないんですよね。向きをくるくる変えると袖がくるくるなっちゃって、下にやってた、下にやってたからこいつも下に行きたい。綺麗ですね、錦糸とキラキラして。って思ったけど、やっぱ隙間、ここ隙間なく縫ってった方が良かったな。次回から隙間がないようにやっていきたいですね。ほんで糸の上に錦糸を乗せるイメージで縫っていくと、きっと鉢が綺麗に仕上がるのかなと思います。よいしょ。この長さだとあと始末しづらいな、後ろ。始末しよう。
思い切り大事です。あとでやりづらい思いをするぐらいなら今のうちにスパッと。だから長さをある程度想定しておいて、わお、やった方が良さそうですね。糸を準備する段階で長さを想定してやった方がいいのかなと思います。多分ね、刺繍を生業にしてる方とかだと、そういう方の動画だとちゃんと上手に説明しながらやっていただけるんでしょうけど、すいません、説明も主語がむちゃくちゃだったりして大変申し訳ないなと。よいしょ。錦糸を取り出します。まあ30センチぐらい。普段メジャーで何か物を測るとかって一切ないんで、これが30メートルぐらい、30メートルじゃない、30センチぐらいって自分で言ってても、本当は40-50センチあるんじゃないかなって疑ってます。音でか。前も自慢したけどいいでしょこれ。超綺麗。赤いハサミ。この辺かな。もうちょい。今からやるとこちょっと隙間空きすぎましたね。センチの枠の空間で、なおかつ袖の袖口を手繰り寄せながらやってるんで、ちょいちょい
針の先が指に当たりますね。この枠を持ってる方の手に。ちょっと長くなっちゃうな。よいしょ。長くなっちゃってもいいか。やらかしてるよ。くそ。これですね。ここに縫い込んじゃってるんですよね。うわあ、ちくしょう。錦糸でやるときと、小判糸使ってるときは太いので、糸が太いので太い針の方がいいって聞いたんで、ちょっと太めの針を使ってます。何番かはよく分かってないです。何番針か、いつも使ってるのが多分7番の針なのかな。なんかネットで7番の針を使うもんだと、刺繍をやるときは使うもんだと見たので、ずっとご意見に従って7番の針でやっております。この向きでやるときはこっちね。これ完成する頃には夏になっちゃってんじゃないかな。夏こんな分厚くて、さらに刺繍してあるようなの厚くて着れないですよね。このあたりかな。おお、失礼。どうでしょう、これ多肉植物に見えるかな。なんか公開されてる図案よりは当然全然下手なんで、多肉植物に見えてるといいな。
ぱりこう錦糸で縁取りというか鉢の枠を収めるとビシッと引き締まる感じがしますね。なんていうのかな、全体的な色合いもそうだし、物としてしっかりして見える。多分僕やりにくい大変だって言ってますけど、これ多分かなり普段から刺繍されてる方とかにはかなりやりやすい設計だと思うんですよね。というのも僕ができるぐらいなんで、なってると思ったら出てる糸がまずったな。この辺から崩れたのかな。ちょっと一回抜きます。あ、抜くことも叶わないか。どうしよう、このままこのまま行くわけにはいかないよ。ああ、失敗したわ。よし、切ろう。断腸の思いですが。切るか切れるかな、うまく切れるか。ここだけすごい違和感だもんな。とりあえずどっちがどっちだか分かんないけど、ここで切って。違う、こっちじゃないの、こっちはいいんだ。ああ、ダメだ、しっちゃかめっちゃかになっちゃった。ああ、大丈夫だ。これが2本になっちゃってるんですね。めちゃ痛いな。よし、これでなんとかなったかな。お見苦しいところが多々ありますが、ご容赦ください。まあ、こういうふうに
2本撮りみたいな状態になって縫っちゃってたんで、一旦この残ってる糸は始末して、もうばらけてきちゃってるんで裏で始末して、新たに糸を使ってやり直します。まあ、すらしづらいわ。よし、もうちょっとだから頑張ろう。失敗したいとあると心が悲しくなってしまうんで一旦捨てます。よいしょ。ハサミケース、ここからだから、この辺でくるくるして、これじゃ2本撮りになっちゃうんだよね。こうしないと、こうしないといけない。でこの辺から何事もなかったかのように、映ってるかな。
ちょっと目が疲れてきたな。よいしょ、あと1列ですね。長かったな、これも。全部で、今やり終わったのも含めて、ルシアンから公開されてる図案自体は、10個かな、10個あるんですけど、できれば腕に4つ4つで8つ。それから、左下の裾に1つで、計9つできればいいかな。完成は夏頃ですかね。今春だけど。まあね、4月の頭。4月10日、9日ぐらいなんで。よし、最後なんで集中力切らさないように。この辺ですね。うわ、長い、この動画。縁取りしてるだけで1時間かかるってことは、やっぱり相当な時間がかかりますよね。
れ以上。ああ。柔らかした。もうバラバラになっちゃってる場合は、十分な長さ戻ってあるんで、躊躇なく切っちゃいます。そうじゃないと針に通らないんですからね。長い。この一目長かったな。でも綿の糸と違ってそこまで目立たない気がします。一目が長いこと。2つ目の多肉植物完成いたしました。映ってますでしょうか。最初はさっきも説明した通り、最初はここら辺ちょこっとやって、動画切ってたんですけど、この辺、この植物部分やるので一番大変だったのがグラデーション糸なんですけど、黄色なら黄色の部分をこう一箇所に集まんないようにばらけさせるためにもうわざと、左から右に縫うとか、右から左に縫うとかじゃなくて、ここ縫って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 ってランダムでやってたんですけど、そうするとやっぱり裏が汚くなっちゃうんで、まあそこまでひどくはないかもしれないですけど、裏がやっぱ自分で思ってるより理想よりは汚いなっていう感じなんで、
ょっとこの辺がやり方が難しいのかなと思いました。はい、それではもう一度、これ系の動画は、この図案の関係の動画は全部言わせていただくんですけど、この動画はルシアンさんという会社のコスモの糸を作っているルシアンのホームページで、公開されている図案から、ご許可をいただいたというか、やっていいよって言われている範囲で、やってる、試写をして公開している動画になります。糸は全部コスモの糸で、5番のシーズンズの5番糸っていうものとグラデーションの糸ですね。これもシーズンズなのかな、ちょっとよくわかんないですけど、グラデーションの糸を使ってます。基本的に錦糸以外は全部グラデーションでやることになってまして、そうですね、グラデーションの糸が綺麗なんで、使ってみたいなっていう方、ルシアのホームページにいろんな図案がありますので、いくつかの図案がありますので、参考にしてみるのもいいかもしれません。次回は刺繍ステップ3のオリンパスの方の刺繍ステップの方を上げて、これとは違う会社の刺繍ステップですね、そちらを初心者用キットをやっていくかなと思います。これも同時進行で進めていって、ランダムでどっちがどっちか、決して順番ではなく、その日の気分によって、動画が上がっていくと思いますので、一つよろしくお願いします。それではここまで、ご視聴ありがとうございました。ジュンでした。